吉井町真庭。ここに古武道真庭念流が今に伝わっています。訪れた時道場は修理中で、稽古はすぐ近くの竹林で行われていました。中世1500年代の初め頃、木曽義仲の四天王樋口兼光の子孫がこの地に移り住んで極めたと伝えられています。真庭念流が広く世の中に知られるようになったのは江戸時代の初め、第17代樋口貞次の時でした。以来上野一円に広く門弟を持ち、特に農民の間に深く根を下ろしたと言われています。